What's up YouTube。 おはようございます、こんにちは、こんばんは。鎖グループマスターです。今日は日本一の MC を決める MC バトル、キングオブキングスの記念すべき最初の予選、東日本予選第1回が渋谷ハーレムで行われます。今日はそのオフショットなどが撮れたらなと思います。それでは決戦の地渋谷ハーレムに向かいましょう。Wayo。今年もよろしくお願いします。すごいね、ゴールデンラグビーで有名になっちゃった。ラグビーですね。おかげさまでね。すごいよね、地上波デビューが。まず田中選手が僕を知ってるのがすごいよね。ありがたいですよね。いや本当に僕はもう何年も前からもちろん知ってるんです。いやコアだね。またさ、だってさ、作品を知ってるとかさ、その DJ として知ってるのはあれだけど、顔をめちゃ認識してるっていうのがすごいよね。顔で、まああとあれですね、あの今多重債務ボーイズっていう、はい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 、そのエルギーラグっていうラッパーの元ラガー。あ、そうなんだ、あのでかい子。あ、そうですね、ちょっと大きいかなと思います、うん、あのリーダーかな、リーダーだと思うんですけど。あ、そうなんだ。一緒にワールドカップの日本、今年ラグビーワールドカップ日本でやるんでちょっとラグビーバブルにこの際乗っとこう乗っとこうと思って。よろしくお願いします。お願いします。大ちゃん、よろしくお願いします。大ちゃん、誰に似てるって言われます？似てるって言われるの、昔、照明がね。大ちゃん、誰に似てる？昔、山本キッドさん。あ、キッドさんね。あ、確かに確かに、まあ、たまに言われて、はいはい、最近、JP ザ ABC になるから。あー、えなんかぽいぽい、一番似てるかも。一番似てるかも。なんかそんなことがありますね。なるほどですね。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ説明始めていきます。よろしくお願いします。今日で KOK2019 が開幕します。バトル手裏剣対アシュラン、第4試合ベル対母の手裏剣、第5試合キザル対ナインフォー、第6試合キータング対クッパ、第7試合ポニー対 GR、 第8試合ベース対スパイラル。母の指揮一言もらっていい？今日の戦いについての。スパイラルというか頑張れって言ってくれたら頑張れ。きついきつい。頑張ってください。そんなスパイラル君一言いただいてもいいですか？母の指揮さんにだけ負けないようにして。わかりました、ありがとうございます。ゴミなんか、まあ、そんなにバトル出るわけないですけど、まあ、とりあえずせっかく呼んでもらったんで頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。言っていただいてもいいか、意気込みっすか？そうっすね、アルバムも出したんでいい結果出して宣伝アピールできれば頑張ります。ダンダンドキョー、これが来てるし。ティータン、ちょっと一言今日の試合に対して一口ちょうだい。ほんとっすか、うん、もう絶対勝ちます。そしてその後にカンソンとマスターさんをぶっ潰す。わかりました、後でやりましょう。グループをぶっ潰せ。試合に向けて一言、意気込みみたいな感じ、意気込みいただければ。ああ、まあちょっと
先輩たちの胸かけて頑張ります。新潟から来てる。間違いないです。頑張ってください。話題の MC アシュラ、お願いします。ベル君、ちょっと今日の試合に対して一言いただいてもいいですか。いやちょっと親父枯れします。なるほど。久しぶりに親父枯れっていう言葉似合うな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マスタービロー手ボケ東日本予選一発目、みんなと同じ気持ち高ぶってるぜ。ここから這い上がる MIC 一本 KOOPH ゲロウォー。今日は友達のブランドの服着てきたんで、はい、生かしたファッションで優勝取って KOK 取って借金返済しようと思います。よろしくお願いします。あれですか、これマスタービログです。マスタービログ、今日初めて KOK 出るけど、下町墨田区ヘイトフルドックス、よろしくどうぞ。よろしくです。じゃあ今日の意気込みお願いします。はじめは遊びだったんですけど今日勝てると思ってきました。よろしくお願いします。お願いします。よっ、ポニー KOK 東日本予選当日ぶっかまします。ナイスパンク。ちょっとジャッジ一言いただいてもいいですか。まあちょっとね、僕自身も緊張しますね。ジャッジやっぱりね、俺と男女5票あるから、まあどっちでもいいみたいな。まあやっぱそんな重くないっていうか、うん、でも重いですよ。もちろん重いけど、今日はやっぱね、俺と菅と、審査員、お客さんで、しかもまあ俺と菅が一番審査 のお客さんと反対になるというね、非常にやっぱ緊張するなと思いつつも、まあ俺自身の感性でかっこいいと思った方にあげようと思います。 KOK2019 よろしく。今度はビログかよ。本当休む暇もねえな。なんか DJ があっても垢抜けすぎてね。なんかいきなり。今からやるラストシットは獣道、これも映画みたいな気分が作ってるんで、みんな楽しみに待っててくれよ。いや、トヨスピット今日はいけるやつただ一人だけなんだよ。決める準備はできてるのかよ。肉食獣草食はやめ、たった一人だけ生き残る。バカだし、ここは獣道、分かってるから。
2019シーズンキングオブキングズ開幕です。皆様と共にジャッジするスペシャルジャッジお二人呼びたいと思います。まずは西のインフムプロ集団インフミヤイ組合からエロー。いやエロさん、どうぞお座りになってください。一言いただけますでしょうか。20年近く MC バトルに関わって自分も出たりやったりしてるんですけど、去年の KOK2018、まあ、一番良かった大会だなと個人的には思ってまして、はいはい、総括するかのような、それで、まあ、今年一発目という、去年からの引き続きの、まあ、MC バトルの過酷さ、バトルの過酷さ、でもまあ僕さんね、 MC たちはみんなミートボールで遊ぶさって感じなんですけども、毎週ずっと内賀さんが撮ってたんですけど、内賀さん以外でごっそり荒れるかなと思って、すげえ楽しみです。楽しみです。皆さんと一緒にダッシュしましょう。お願いします。エロさんに大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。そしてもう一人お呼びしましょう。もう一人、KOK主催者でありますミスタートリポコタン AK ガミ。タンさん、今年も始まりました。一言お願いします。これね、いよいよ今、ボスってる、ボスってる、いよいよ来たな、この時が。ほら、ポンポン来たな、この時が。まあ、とりあえず開幕ってことなんで、まあ、一発ね、黙って盛り上がりたいと思うんで、皆さん一緒に厳しく、楽しく、そして記憶をあの時で持っていきましょう。お願いします。ありがとうございます。では、スペシャルジャッジお二人にもう一度大きな拍手をお願いします。ハンさん、エロンさん、そしてバトルブレイクが2人を務めてくれます。ルールも OK ですね。それでは、皆さん、バトルを始める準備はできていますか？OK、それでは行きましょう。キングオブキングズ2019シーズン、東日本予選第1回第1ラウンドの始まりです。はい、始まりました。まずちょっとあれですね、公平を期すためにマイクチェックやっていきますか。ワンツワンツワンツ、ちょっとこっちでかいから、ワンツワンツワンツ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 、ヨヨ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 、ワンツワンツワンツ、イエイ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 。長くない？今結構長くない？結構真面目にやってるんですけど。大丈夫ですか？パパパパ、オッケー、オッケー、オッケー。それじゃあ始めましょう。
大会東日本予選第1回見事に優勝したのはこの MC エース。イエーイ、レプレゼンサンドラックメイヤーだ。ちょっと待ってください。2020年1月11日にトヨスピットでファイナリストとして一番乗りなんで一言お願いします。この後出てくるチャンピオンの皆さんいっぱいいると思うんですけど、まあ無駄なあがきなんで頑張ってください。待ってます。見事優勝したのはエース。無駄あがきだってよ。無駄あがきになってよ。